ハロー YouTube ニーハオヨークワンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、滑らない、バイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない。そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりか、情報が非常に遅いので、皆さんぜひチャンネル登録とツイッターをフォローして中華ニュースを追ってみてください。はい、今日のニュースなんですけどもね、要はね、上海で、新しい政策がね、2022年からね、施行されて、それでですね、その政策がですね、上海のね、不動産価格の暴落を、招くのではないかと。それでね、今ね、不動産買って、多額のローンをね、返している人たちがね、ガタ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 震えてるという話ですね。この政策をやりますっていうのはね、もうね、出てる話なんでね。どんな政策かっていうと、中国って中学校とかね、高校にもね、学生っていうのがあるんですよ。学生っていうのはどこどこのエリアに住んでると、どこどこのエリアの高校にしか行けないという話なんですけども、それでですね、より良い教育をね、子どもに受けさせるために、日本円にしてね、もう本当に1億とか、それ以上の、ね、金額を払って、5、60平米の、マンションにね、家族で、4、5人で住んでるとかね、そういった家庭もね、たくさんあるということで、学生があるんですよね。で、その学生を緩くしようっていう話なんですよね。で、2022年から、上海のね、トップの方のね、高校の学生を緩くして、半分はね、試験の結果だけで入れようという、そういう話に、なったんですよね。だから今までのね、学生がね、完全に、なくなったってわけじゃないんですけども、半分がね、本当に試験の成績で、入ってこれるとなると、その分なんか、シュエチュファンっていうんですけども、学部屋の何ですか、価格がね、下がる可能性、どんどん下がる可能性が、あるという話なんですよね。それでね、もう部屋を買って、1億とかのね、部屋をね、日本円でね、1億とかの部屋を、年利、6、7% とかでね、払って住んでる人たちはガタガタ震えていると。これでね、そんな高額で買ってね、値段がバーンって落ちてしまったらね、すごく困るという、話なんですよね。これに対してね、僕の意見なんですけども、投資っていうのはね、分散投資がね、しといた方がいいと思います。特にね、一般的に日本とかでもね、不動産に対する、ポートフォリーの割合とかね、30% とか、高くても 40% とかね、そんな感じなのではないでしょうか。そうでもないか、ほとんど不動産っていう人いますよね。だから、年間にその支払う、額はね、そんな感じでいいんじゃないでしょうかということで、それでね、なんつうのかな、中国では、いい高校、中学高校に通わせると、いい大学に入りやすいということで、でもいい大学に入っても、全くね、割に合わないんですよね。だから1億を運用してたら年間ね、1000万とかね、下手したら出てくるんですけども、いい大学に入っても初任給がね、年間、日本円にして200万円とかね、1000万と200万はえらい違いがあるじゃねえかと、そういう話ですよね。それで給料どんどん上がっていってうまくいったとしても、年間ね、300万とか400万にしかならないよということで、じゃあその1億は運用して、のんびり暮らしていっていた方がいいんではないかと、そういう話になるんですよね。でね、中学高校なんかいいとこに行って受験したところで、古文とかね、漢文とか歴史とかね、そういうのを、ね、大量に覚えることで、青春の大事な時間を浪費させられて、結果ね、清華大学とか北京大学とかね、超いい大学、この今回のこの話はね、上海なんですけども、いい大学に行っても結局なんていうの、
半導体すらね、まともに、トップレベルのやつは開発できないで、国が困ってるのに開発できないと、そういった状況になってるんですよね。あと、なんていうんですかね、本当にこれね、本当に中産階級のレベルの話なんですよね。本当に上の方の階級の人たちっていうのはまずね、海外路線なんですよね、ほとんどがね、海外路線で国内のなんか年間ね300万とか、最高でも多分ね300万とか払うと、結局私立のいいところに入れちゃうわけなんですよ。で、私立のいいとこに入って、その海外留学とかね、私立の英語で全部授業をやるようなとこ入って、海外留学とか、させる方が、子どもも楽だし将来性もあると、それがね本当のね上流階級の人たちっていうのは、分かってるんですけども、だからこの中国国内でね受験競争してるやつらそのものがそもそもなんかそんなに情報力ないんじゃないかなって、思ってしまうんですよね。だからもちろんね子どもが本当に先天的にすごい勉強できて大量に物事を覚えるの別に全然苦しくなくて、中国の大学安いし入りたいっていうんだったらね中国の大学、別にいいと思うんですけども、だからなんつうの、その1億の、1億って安い方ですよこれ、1億のマンションとかを、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんのねお金をね集めてね買っちゃうわけなんですよね。そこまでしてやるものなのかという話なんですよね。それでほら、学校の先生とかにさらに賄賂を送って学校の先生に冷たくされないようにとか、本当に試験に必要な内容を教えてもらえるようにだとか、そういうふうにねして必死で学校に通わせるわけなんですよ。でね、そのお金をね本当にね運用してたらね、そもそもあなたの子供働かなくていいですよっていう、話なんですよね。だからそこら辺ね、なんつうのかな、そこら辺がねもう最初からもう親が計算できてないんで、計算できない親からは計算できない子供が生まれるということで、悲惨な悪循環が、生まれてるんですけどもね。あとね、今ね結構ね勉強って多分 iPad ぐらいでかなりの部分が、できてしまうので、もちろんね、学校が全然ダメっていうわけじゃないんですけども、ある意味その学校の先生っていうのも生のテープレコーダーみたいなもんなんで、でほら今時そら学校の授業とかね、YouTube とかね日本だったらね、で見れるわけじゃないですか、ほとんどの授業がね、それでねその iPad のねアプリとかでピンビピコピコやってりゃ結構かなりの部分が、覚えられるわけなんですよ。でそれはそれでねやって、で分かんなかったらね本当に何ていうの、チューターみたいな学校の先生とかに聞けるようなシステムにした方が、いいと思うんですよね。あとね、なんかね勉強いい学校に入れて無理やりやれってやらせるじゃないですか。要はもう中国式っていうのはもう学校の先生に金払って子供がひたすら罵せられるっていうこの、理不尽な状況なんですけども、むしろねある程度の成績取ったらなんかご褒美を与えられるシステムにした方がいいんじゃないかなと、その方がいいと思いますね。 もちろんね、金銭的なものでもいいのかもしれないんですけども、なんか、楽しいキャンプに行けるよとか、夏休み2倍だよとかね、そういったねご褒美が与えられると、子どもの方もね楽しく、勉強ができるんではないかと。あとはねなんか、基本的な、ものっていうのはなんていうの、まんべんなくやるのは中学生レベルぐらいにして、その後はね自分の好きな方向には特化していく方が本人も、楽だし、なんかそっちの方が、人材育っていいと思うんですよね。で今、日本もそうですけども、中国じゃね、その学歴でそのヒエラルキーを決めるみたいなのがねやっぱね、根強く残ってるんで、だから全科目ねそんな上の方に行く必要ないと思うんですよね。例えばね理系が得意なのにその古文漢文が苦手なせいでいい大学行けなくて、なんていうの、そのトップレベルの研究機関に、なかなか入れないといったね、そういったね矛盾もね起こってくるわけなんですよね。だからそこら辺の問題解決していけばね、なんか中国のね、今のところまともなコアテクノロジーないんだけども、解決していくと思います。
で、まあ、話戻すとね、上海のこの政策のせいで、上海の、ね、不動産の価格がガスンと落ちると。だから長期投資っていうのはね、ほら、まあ、本当にね、もうプロフェッショナル読める人は、まあ、あんまりいないんでしょうけども、まあ、一応基本的にはね、分散しておいた方がいいんで、まあ、不動産とね、まあ、流動資産ね、株とか金とかね、まあ、最近だったらね、ビットコインとかね、そういうふうにね、分散しておかないと、なんかこういう政策が来た時に、せっかくその、なんていうの、自分の、なんかポートフォリオのほとんどがね、8割ぐらいがね、自分が今住んでる不動産とかになって、悲惨な996のね、残業しまくって労働したのに、そこにお金入れまくってたのに、それがガンって下がっちゃうっていう悲惨な状況に見舞われるんで、まあまあ分散はしといた方がいいと思います。はい、今日のね、この動画がいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再見。